はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、青島の、パトレーバー、ね、43分の1スケールのモデルの、制作その2ということでね、この間からちょっとこの、布周りの部分ですよね、関節部分のがパトレーバーというロボットはね、なんか布で覆われているもんですから、関節のカバーですよね。まあ非常にこの再現が難しいという。なんか私もね、どうしていいのか分かんなくなったもんですから、まあとりあえずつなぎ目だけね、合わせ目をサクッと消してあげて、ウェザリングカラーで、ウェザリング、まあグレー拭いてあげて、まあこのウェザリングカラーね、よいしょ、ね、困った時のウェザリングカラー、これをベタベタベタっと塗って、まあ適当に拭き取ってあげればそれっぽくなるかなって 指が汚れてるのはそのせいなんですけども、ちょっとね、今一つだな、ちょっと拭き取りすぎちゃってね、ほとんど残らなかったもんですから、もうちょっと、もう一回、ベタっと塗ってみて、一晩ぐらい、ね、置いて、ちょっともうちょっと軽く拭こうかなって感じ。これ、拭き取ってきれいに、影の部分にちょっと色を残すっていうのが、おしゃれなんですけども、ちょっと、やっぱり布の部分ってあんまりうまくいかないなっていうね、へこみが今一つ、ね、モルドって感じじゃないもんね、モルドっていう、なんかこのぐにょぐにょしたところには色がなかなか残らないという、思ったようにの色が残ってくれないもんですから、このね、まあほとんど見えない部分だからいいっちゃいいんですけどね、この辺は。まあちょっともう1回ぐらい塗ってあげようかなっていうようなことやってます。あとはね、コックピット部分、なんか制作動画とか見てますと、なかなかこの開くところが思いのほか開かないよっていう話を聞いたもんですから、ちょっと構造的なところで、この側面の部分ですね、ここにスリットがあるんですけど、そこのところのレールをちょっと広げてあげて、もうちょっと前に伸びるようにね、してみたんで。ちょっと開けてみましょうかね。開けてみましょうか。ちょっと片手じゃうまくいかないので、ちょっと開けてみます。ちょっとね、伸ばしてみたんですけども、設計図通りに作るとこれぐらいまでしか、もうちょっとかな、もうちょっとこれぐらいかな、これぐらいまでしか前にね、この青と青で黒と白の部分が前の方に行かないんですけども、私の場合ちょっとそこのところをレールを削ってあげて、ちょっともうちょっと前に行くようにしてあげました。これによって、かなりね、開き具合が良くなるの。じゃあまあね、レールが伸びる分だけそれは開くよねって感じになると思うんですけども、まあその分ちょっとグラグラグラっとちょっとガタつきが出てきたんですけども、開いて嬉しいかっていうか、結構中がね、開けても見えないよっていう話も聞いたもんですから、ちょっとだけでも中が見えるように、ちょっとこんな風に改造してみます。はい、じゃあちょっとね、中開けてみます。はい、まあレールがね、通常よりもちょっと大胆に前に行く分ぐらいは、大きく開くんじゃないのかなと、大きく開くんじゃないのかなと思っても、この下の部分はこれ以上開かないかな、どうだろうね、なんかこの辺にもパーツがついたらどの辺まで開くのか分かんないですけど、まあ大体、通常よりはちょっと開くようになったんじゃなかろうかって感じはしますね、なんかね。まあそれによってですね、ちょっと中身の方でね、せっかくのモールドが消えてしまった部分もあるんですけども、まあほとんどね、中は見えないような状態だから、まあいいかなっていう この中の変なパネルみたいなのもついてるもんですからね、泉さん乗せてもほとんど足しか見えないんじゃないかなっていう気がしますね、なんかね。ちょっとね、気になるパーツがちょっと削れちゃったもんですから、そこをね、ちょっと新しいこの発見があったもんですから、ちょっと紹介してみたいと思います。お待たせしました。まあ、レール広げたといってもね、ここの部分のスリットです。この四角い穴の部分をちょっとね、2、3ミリちょっと前の方に削って、もうちょっと前に出るようにしたっていうだけの話なんですけどね、ちょっとこれによってですね、削ってる時に気がついたんですけども、裏側ね、さすが青島さん、発見がありますよね。ここに斜めに入ってるものがありまして、この斜めのラインですね。この斜めのモールドが反対側にはですね、入っていないんですけども、なんでこっち側だけなこんな斜めになんかスリットが切ってあるのかなと思ってですね、よーくこれを見てみるとですね、
いやー、なんと分かりにくいかもしれない、ライアットガンこれこんなところに置いてあったっけって感じなんですけども、うん、レーバーの中にこのねライフルみたいな、ライフルって散弾銃みたいなものが入ってまして、いやー、そんなものが再現してあるとはというところでね、なんかこのそのガンの後ろのお尻の部分をね思いっきり削っちゃったもんですから、わざわざ削っちゃったもんですからね、残念、ちょっと削っちゃって、削ってから気がついて、あれこれなんだろうと思って、ライアットガンみたいな、なんか銃みたいな形で引き金引くところがついてたりなんかして、うーんと思ったら、まあ、こんなものまで再現してるのってさすが、青島さんやってくれるなって感じがしますね、なんかね、はい、まあ、ちょっとこれはちょっとした発見でしたっていうような話です。というところでまたね、引き続きちょっと進捗できましたらまた、アップします。はい、失礼します。